A たす B たす C の二乗ですがこれは A の二乗たす B の二乗たす C の二乗たすことの 2AB たす 2BC たす 2CA で求めることができますなぜこのように求まるかというと実は正方形の面積について考えることによって理解することができます一辺の長さが A たす B たす c の正方形を作ります。この正方形を9つの図形に分けていきます。そしたらですね。1個1個の面積ですが、ここは a かける a で a の2乗 b かける。b で b の2乗 c かける。c で c の2乗。この長方形は a かける。b で ab。 この長方形は a かける b で ab。この長方形は b かける c で bc。b かける c で bc。この長方形は c かける a で ca。c かける a で ca という具合になり、三つの正方形の面積 a 二乗と b 二乗と c 二乗足してありますね。ab と ab 足して 2ab。 bc と bc 足して 2bcca と ca 足して 2ca よってこの正方形の面積かっこ a+b+c の2乗は円状足す b2 を足す c2ab2bc2ca となるわけです。分かった